皆さんどうもどうも。アベンジャー2にね、アップグレードしてみました。以前のバージョンの問題点、音色の切り替えが大変だった。アルペジエーターのミディ書き出しができなかった。ドラムのパラアウトができなかった。これら全てをね、改善されています。素晴らしいアップグレードですね。もう皆さん、2にすれば、アベンジャーより快適に使うことができます。音色の切り替えですが、アベンジャーの画面でね、いちいちクリックしなきゃいけなかったんですね、今まで。それがご覧の通り、 Mac、PC の矢印でね、音色のリファレンス視聴ができるようになりました。確定するには右矢印をピッと押すと、こうやって読み込みがなされます。上下の矢印で音色を探して、確定読み込みするには右矢印で読み込めるという仕様になりました。今までは本当にね、音色の変更が大変でしたから、一度も使ったことのない音色がね、絶対あったと思います。今はね、こうやってサクサクと視聴できるのでね、気に入ったものがあれば右矢印で確定ね、使いやすくなりました。それではこのシーケンスのパートを分解して使うということをね、お見せしたいと思います。右矢印で読み込んで、このシーケンスはアベンジャーのエクスパンション、レトロウェーブ 80s のシーケンス、ハッピーデイズという名前のものです。編成を見ていきましょう。まず一番左、ベースですね。でプラック、これはメロディーで、パッド1、2、3、そしてクラウド FX ですね。そしてボイス、これでおしまい。リードはね、右手で弾くものですね。アベンジャーのシーケンスは左手で伴奏、右手でリードを演奏できるように作られていますよね。つまり左手指一本でこの演奏がね、なされている。これだとオリジナルが作りにくいわけです。だから分解する。そのためにまずアルペジエーターのミディデータを抽出します。ベースはアルペジエーターの1を使っていますので、そこからエクスポートミディでベースと名前を付けておけばよろしいかと。続きまして、隣のプラック、メロディーですね。これはアルペジエーターの2を使ってますので、2のエクスポートミディでプラックとつけておきます。続きまして、パッドは1、2、3ありますが、1音ずつアルペジエーター使ってるんですね。パッド1はアルペジエーターの3でエクスポートミディ、パッド1とつけておきます。パッドの2はアルペジエーターの4を使っていますよね。今3になってる。これ1の設定か。2にして GoTo でエクスポートミディでパッドの2と名前を付けます。パッドの3も同様にアルペジエーターの5を使ってますので、 GoTo でアルペジエーターに入ってエクスポートミディパッドの3と名前を付けます。続いてクラウドと名前のついたパート、まあ FX ですよね。これも同様にアルペジエーターの6に入ってエクスポートミディでクラウドと名前を付けておきます。まあ名前はね、何でもいいと思いますが、アベンジャーのパート名と揃えておいた方が後々分かりやすいと思います。最後ボイスですね。アルペジエーターの7、 GoTo で入ってでエクスポートミディでボイスと名前を付けておきます。これでアルペジエーターで自動演奏されているシーケンスのパート全てのミディデータが抽出できました。あ、そうそう、忘れてました。ドラムパート、ドラムシーケンスで GoTo で、このあたりね、コントロールクリックでエクスポートミディというのがね、出てきますので、これで書き出せば OK です。ドラムのフレーズはアルペジエーターでなく、ドラム用のシーケンサーでなされています。これで自動演奏されている全てのミディデータが抽出できたと思います。ここからそれぞれのパートをロジック上で分けていきます。ロジックでコマンド D、 デュプリケート、トラック複製で増やします。でこのトラックのアベンジャーはベースだけのものにします。なのでベース以外のパートは全部消していく、デリートですね。はい、コントロールクリックでこのデリートが現れますので、コントロールクリックデリート、コントロールクリックデリートを繰り返してベースだけを残します。ドラムパートは削除できないので、
イニシャライズで OK です。イニシャライズして、はい、ならなくなります。そしてベースのMIDIデータ、先ほど作ったやつをトラックに持ってきます。ね、これを貼り付ければベースが鳴るはずですね。はい、ちゃんと鳴らない。これはアルペジエーターがねオンになった状態だから、アルペジエーターを切っちゃう。アルペジエーターの1ですね、これを切っちゃう。なぜかMIDIデータがね1オクターブ高いので1オクターブ下げます。マイナス12。これでぴったり合いましたね。以上の作業を繰り返して他のパートも仕上げていきます。今までねアルペジエーターのMIDI書き出しできなかったのでとてもね楽になりました。ベースと名前をつけて分かりやすくしておきます。そしてデュプリケートしてプラックをね作りたいと思います。今度はアベンジャー上のプラック以外のねパートを全て削除するわけですね。プラックと名前をつけておきます。ではベースのアベンジャーを閉じてプラックのアベンジャーを立ち上げて、これですね、ベースを削除、デリート、他のパッドとかクラウドとかボイスリード削除して、ドラムはイニシャライズで、プラックはアルペジエーターの2で鳴らしていましたのでアルペジエーターの2をオフで、ミディデータをロジックのトラックにね貼り付ければ OK と。プラックのミディデータをペタッと貼り付けて、あら貼り付かない、貼り付けて、はい、これで鳴るはずですね。やっぱり1オクターブ高いので1オクターブ下げないとね。なぜか1オクターブ高いんです。マイナス12。あ、これで合いましたね。ね、これ地道な作業でしょ。だからアルペジエーターのMIDI書き出しがねできなかった時は本当大変だったんですね。パッドのパートはね 1,2,3,3 つあるんですけど、多分同じ音色でね、アルペジエーターの都合上ね3パートに分けてそれぞれ単音でね鳴らしているだけだと思います。なのでパッドの1だけを作れば大丈夫だと思います。はい、パッドの1以外を全部デリート。この作業がね、ね、大変なんですよ。ソロにすればいいじゃんっていう話もありますけど、結構負荷が高いじゃないですか、アベンジャーは。やっぱり一つのね、楽器にしといた方がコンピューターにも優しいと思いますし、あとソロだとね、時々プロジェクトファイルをね、閉じて、もう一回開いた時にソロが外れちゃって、バーンって全部鳴ると。恐ろしいことが起きるので、やっぱり1パートずつ必要ないパートを削除するのがいいと思います。さてパッドの 1,2,3 ミリデータを選んでトラックにペタッとあればパッドが鳴るはずですね。流してみます。1オクターブ高いですね。マイナス12。これでパッドまでできましたね。あとクラウド、ボイス、ドラムですかね。地道な作業ですが前よりは楽になってますね。さてクラウドと名前をつけて、同じように、作ってみたいと思いますが、めんどくさいのでもうMIDIデータ先に貼っちゃいますね。で、はい、これで
クラウド以外を全部デリート。これ一括でね、デリートできたらいいんですけどね。それもできたらいいな。今度のアップグレードで。アベンジャー3ですかね。期待したいところです。はい。他のパートと同じように、デリート。デリート。ドラムはイニシャライズ。やはりMIDIデータが1オクターブ高いので、マイナス12。いい感じに分解できてきました。続いてボイスですね。だんだんこのようなね、繰り返し作業は慣れてくるとね、どうやったら早くできるかつかめてきます。ミディデータもうペタって貼っちゃってね、分かりきってる部分はもうやっちゃうと先に。お、これは長いミディデータになってますね。同じように不必要なパートをデリートしていきます。デリート、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 デリートで、ドラムはイニシャライズで、アルペジエーターオフ。1オクターブ高くなってますね。なのでマイナス12。うん、いい感じですね。最後はドラムですね。デュプリケートしてドラムパートだけのトラックを作ります。トラックネームはドラムスと書いておきます。あのアベンジャーはドラムパートを削除できないのと同様に、オシレーター使った左側のパートもね、削除できないんですね、実は。なので1パートは必ず残ってしまうんですね。それはやっぱりドラム同様にイニシャライズすれば大丈夫ですね。イニシャライズして一応ボリューム0にしておけば、まあ鳴りはしないという状態にはできます。このように最後ベースパートが残りました。これね、ほらイニシャライズとは書いてあるけど、デリートがね消えちゃってるんですね。できなくなっちゃってる。だからこういう場合はもう仕方がないので、イニシャライズしてするしかない。でミュート一応入れといて、レベルも0、音量0にして、ドラムトラックはドラムのシーケンスオフにして、これでドラムのミディデータをトラックに貼ればドラムが鳴ると。ようやく各パートを分離させることに成功しました。完成です。それでは元のシーケンスと聞き比べてみましょう。全く一緒ですね。この状態になっていれば、フレーズもコードも変えられる新しい曲が作れるわけです。アベンジャー2、新しい追加機能としてはドラムのパラアウトに対応したと。マルチ出力の16、17ありますが、16を選んでみました。するとロジックのドラムトラックプラスマイナスがね表示されましたが、ここでね、パラアウトのトラックを増やせます。ロジックのドラムトラックのプラスをポチ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 押していくと、こうやってねパラアウトのトラックが出てきます。ちょっとねアベンジャーの表示をね小さくしてお見せしたいと思います。でドラムのねミキサーですかね、ミキサーのドラムクリックすると、ここでどこにパラアウトするか選べます。字がちっちゃいですね。大きくすると MSTFX、 まあステレオアウトですかね。なのでドラムパートのそれぞれの楽器をオグジュアリで選んでいくと、キックはオグジュアリのキック、
リムショットはオグジアリのリムショット、スネアはオグジアリのスネアのように選んでいけばよろしいかと思います。ここね、楽器がたくさんあるのでね、ちゃんと選べているのか分かんなくなってくるんですよね。今6番目7番目あれどれだっけみたいになってくるんですよ。まあまあ、じゃあ7、8番、なんか見にくいんですねこれがね。いや、後ろから選ぶかみたいな、後ろから選んでいこうか。あ、また分かんなくなってきた。何かがおかしい。あ、そういえばマルチ出力で17の方を選べば多分ぴったりなんじゃないかと。オグジアリ一つ足りない感じがあるんで、多分マルチ出力17を選ぶとぴったりな感じなんじゃないでしょうか。なんか今辻褄が合わない感じになっちゃってますけど、ドラムのパラアウト自体できなかったので、これができるようになるっていうのはね、素晴らしい改善点だと思います。やっぱりマルチ出力17の方を選ぶとオグジュアリーが一つ増えるんじゃないかと思います、ね、今ちょっとめんどくさいんでやる気がないだけですみません、ひょっとしたらぴったりなのかなっていう気もするのでちょっとやってますけど、まあいいや、これでちょっとね流してみて、どうせ使ってないドラムもあると思うので、一旦どのようにパラアウトされるのか聞いてみましょう。おー、できてます。ハットキックですね。できてますね、素晴らしい。パラアウトできるようになったことで、よりキックやスネア、クラップ、ハイハット、自分の好きなようにいじれるようになりましたね。今キック、スネア、ハット、クラップなってますけど、タムがねどこから出てんのかな。これはスネアだな。ダダンダンダダン、このねタムどっから出てますかね。おかしいな。これはクラップだと思うんですけどね、ここがクラップで、やっぱクラップだ。ああ、ハットと一緒になっちゃってんだ。まあこれハットとね分けたいところですが、ドラムのパラアウト画面分かりにくいのでね、気をつけないといけませんね。まあでもこんな感じでパラアウトができると素晴らしい進化だと思います、アベンジャー2。それではこのミディデータを使って一曲のように編集してみたいと思います。今単なるループのミディデータって感じなので、編集して一曲のようにね仕上げられるかやってみたいと思います。入り口はちょっと静かめにスタートしたいと思います。イントロ的なもの、ベース切っちゃいましょうかね。ドラムもちょっと静かめに、ハイハットいらないか、ハイハット切っちゃう。イントロ、ボイスもいらないかな、カットしましょう。せっせとミディを書き出した甲斐がありますね、このように編集ができるというのは。はい、こうなってないとね、ほんと一曲には仕上げられないですよ。楽器のね抜き差し編集で一曲のようにね聞かせたいと思います。イントロね、こんな感じでいいんじゃないかと思いますが、でメロディーを聞かせて、その後メロディーなしの部分を作りましょう。ドラムのねフィルがちょっとやたら多いので、タムをカット、タムカットしたものを他の部分にもコピーしておきます。するとこのクラウドがねちょっと多すぎるな、半分に間引きました。これだけでもだいぶ聞けるんじゃないでしょうか。
はい、頭から聞いてみましょう。こんな感じで楽器の抜き差しだけで展開を作って1分以上引っ張りましたね。1分20秒ぐらい、イントロもうちょっと長くしてアウトロなんかも作って1曲としてね仕上げることは簡単だと思います。それではこのシーケンスを使って新しい曲に仕上げてみたいと思います。まずフラッグメロディーをね適当に弾いて打ち込んでいきます。Cマイナーキーのフレーズですね。今プラックはねこんな風に弾いちゃいましたけど、ベースパートはねミディデータそのまま使ってそれをねちょっといじって編集したいと思います。まあもうコードを想定してね、出だしは A フラットメジャー、続いて G マイナーに行くので、そのまんまで、ここは C マイナーにしたいですね。手引きでね弾いちゃってもいいんですけど、せっかくミディデータありますのでね、それをいじって編集して仕上げます。はい、完成しました。これを繰り返してコマンド R で4つねコピーしました。ではね続いてパッド、これはね弾いちゃいたいと思います。こんな感じで弾いていきます。A フラットメジャー7、G マイナー7、C マイナー9というコードワークですね。最後ちょっと変えようかな。F マイナー9から B フラット分の F マイナー9にしたいので、ベースを4つ目修正したいと思います。ここですね。ファ、ここはファですね。 F マイナー9で B フラット分の F マイナー9にしたい、こうですね。できたね。ボイスでね裏メロ入れてもいいと思います。ね、こんな風に適当に裏メロをね奏でても楽しいですね。はいはい、元のシーケンスはこんな感じ。このような感じでしたが、自分の好きなようにこんな風にねコードもメロディーも変えちゃう、ベースも変えちゃうね、自由に変更することができます。ドラムはねとてもいい感じなのでそのまま使いましたけど、もちろんドラムのフレーズも自分の好きなように変えられます。アベンジャーにはこの SQ というね名前が最初についたシーケンスのパッチがねたくさん入っていますが、このように分解して使うことがね非常に難しかったわけです。それがね
アベンジャー2になって改善されています。ドラムもパラアウトになってより自分のね好みに仕上げられると思います。素晴らしいアップデートだと思います。ぜひ皆さんもアベンジャー2にこの機会踏み入れてみてはいかがでしょうか。ではではまた。